花江、来年の動画最初は何にする？お金庫とか弁財とかにしようかなと思ってます。それがどうかしましたか？いやほら、かりんさんの企画どうかなと思ってね。ああ、どうしましょう、編集間に合うかな。というか、かなで師匠に応援チャット送っちゃったんですが。それはそれ、これはこれで参加してみたら？でしたら1月1日お休みさせてもらって参加しましょうか。で、おそらく私は西なんですよね。順番はどうなるんでしょうね。ね、かなでさんの次ね。私が師匠の次なんですか？どうやらそうみたいね。私なんかで大丈夫ですか？次繋がりますか？大丈夫大丈夫、他にも登録者多い人いるから。あ、それならいいか。何この子ちょろい。そういえば他には誰がいるんでしょう。さすがにこの人数は概要欄に書いておきますしかなさそうよ。え、何人ですか？全員含めて20人よ。参加者一覧は概要欄へ。いらっしゃいませ。本日はご来店ありがとうございます。料理長のゆっくりさなえです。明けましておめでとうございます。本年もさなえのミラクルクッキングをよろしくお願いします。そして今回はかりんさん主催のゆっくり料理東西ご当地自慢大合戦の企画動画になります。で、これって出身のところの料理にするの？なんかそれっぽいところで言いそうです。え、どういうこと？正直最初から会話に参加してたわけじゃないので、よくわかってない部分もあったりなかったり。いい加減ディスコードミルクせつけて。え、めんどく。一旦持ち帰って前向きに検討しますね。前から改善されてないのよね。実際それはそう。で、前から年始に投稿しようと決めてたのがあるんですよ。それが今回の前菜なのね。ところで前菜とお汁粉の違いって何？それは調理中に解説していきましょう。それではすごく簡単な材料紹介へ。まず選んだ県からですね。私はあんこが有名な愛知県を選択しました。で、使う小豆なんですが、北海道の小豆です。愛知の使いなさいよ。いや別に愛知が小豆の名産ってわけでもなさそうですし、その辺は気にしない方向で、ただただ愛知ってあんこ使いがちじゃないって感じです。ということで改めて材料紹介です。小豆、砂糖、塩、餅、大量の水といった感じでシンプルイズベストになっております。あれ、サムネにアイス映ってなかった？そうですね、見栄え的にあった方がいいかなと。なので今回はこちら。あ、やば、買い忘れた。ちょっと買いに行ってくるのでカット。え、ちょっと待って。どうしよう。あ、いいこと思いついた。ただいま。あれ、霊夢さんは？あ、お帰りなさい、さなえ。なんでなんで？え、なんで？ちょっとだけ覗きに来たのよ。せっかくだからドッキリみたいにしてみたわ。嬉しいんですが、心臓止まるかと思いましたよ。ごめんごめん、それじゃ長芋あれだし、別の世界線から見てるわね。まったねー。びっくりしたー。霊夢さんもしかして知ってたんですか？もちろん知ってたわよ。あの時のお返しってことでね。伊原さんとコラボした時のことですか？そうそう。まあ、そのことは置いておいて、何のアイスを買ってきたのかしら？今回使うアイスはこちら。もう使っていきましょう。大丈夫？エコーに耐えれる？それはもうに失礼ですよ。きっと美味しいと思いますよ。しかも食べたことないのね。さて最初に謝罪しなければならないことがあります。え、どうしたのよ。今回餅を使う予定だったんですが、あまりにもサムネが弱くなってしまったので急遽白玉を作りました。という謝罪をしたので、早速前菜本体を作っていきましょう。まずは小豆を袋からザルに開けて。そうそう、小豆の音ってなんか良くないですか？私も好きだけど聞こえないわよ。ほらほら、ネタ撮影なのよ。皆さんも小豆を買ったらザザーッとやってみてください。それで流れとしては、小豆を洗って何回か茹でこぼして弱火でしっかり煮るって感じですね。茹でこぼすって何？茹でこぼすっていうのは茹でた後のお湯を捨てることですね。今回の場合は小豆を何度か茹でた後ザルに開けます。アクが強い食材は茹でこぼしたり浸水させるといいですよ。小豆に関しては浸水あんまり意味なさそうなので茹でこぼす形にしてみました。間違ってたらごめんなさい。明らかに硬くて意味なさそうって理由で浸水させてないだけです。合ってる感出してるけど調べてないものね。流れと注意喚起はしたので、コメント返信していきましょうか。まず一つ目のコメント。ここのチャンネル、コメント返信やコメントを動画で採用してくれる上に料理が美味しそうで最高ですね。ゆうすじ大根からです。コメントありがとうございます。動画へのコメントは極力返していこうと思っています。たまに通知とかが仕事してなくて見逃すことあるわよね。そうなんですよね。正直 100% の保証はできないですが、返信していきます。続いてのコメントはこちら。圧力鍋便利。普通の鍋だと大根に味染みさせるの大変。これも牛すじ大根からね。短時間で味を納得いくレベルで染みさせるの難しいですよね。いい方法はないの？簡単なとこだと切れ込みを入れるのと、常温でもいいのである程度冷やすことですね。腐るのが心配でしたら粗熱を取った後に、冷蔵庫に入れちゃいましょう。加熱時に水分が抜けて、40度前後で水分が戻り、その時に味も一
所に入ってくイメージですね。必ずしも冷蔵庫じゃなくてもいいのはポイントね。最後はこちら、サンタ風のイチゴも可愛いし、サンタ姿のサナエちゃんも可愛い。これはサンタさんとミルフィーユの動画ですね。あの時はこんな感じでコスプレしてみました。スイーツも頑張って作った甲斐があったわね。プレミア公開でもいっぱいコメントしていただきありがとうございました。また1周年でプレミア公開しようと思っています。そしてもう5分経っちゃってたので本編の実況に戻りましょうか。今1回目の茹でこぼしをしました。自らもう1回茹でるの？沸騰させてからのがいいんでしょうかね。今回本当に知らないんですよね。結果美味しかったから何でもいいんじゃないですかね。2回茹でこぼした後、沸騰させた後に1時間くらい茹でております。アクがすごく出てくる時があるのでその都度しっかり取っておきましょう。アクをすくうやつないの？これ茶こしじゃない？ありますが存在を忘れてました。唯一の出番なのに。いい感じにアクを取り除くことができましたね。小豆が指で潰せるようになるくらいまで弱火でじっくりコトコト茹でていきます。潰せるくらいになったらザルに開けてもう一度鍋に戻しましょう。そしたら小豆にかぶるくらいの水を入れまして砂糖をドバーッと入れちゃいましょう。小豆の重さより少なめにしたらいい感じの甘さになりました。したら塩も一つまみ入れましょう。ちなみにお汁粉ですが、これでできたぜんざいに水を加えて思いっきり煮立てるとできますよ。で、お汁粉とぜんざいの違いは何なの？あくまで私の考えなんですけど、お汁粉は粒がしっかり残ってる必要がなく、その名の通り汁がしっかりあるってイメージです。ぜんざいは粒がしっかりしていて必ずしも汁が必須ではないってイメージです。あ、ちなみにぜんざいの発祥なんですけど、あーね、それが愛知なのね。出雲らしいです。え？島根県の出雲らしいです。愛知一切関係ないじゃないの。愛知ではスガキ屋のクリームぜんざいなるものが有名らしいのでセーフです。セーフ。いい感じに煮詰まりましたので蓋をして蒸したら完成です。この状態のものを別の鍋に取って水と砂糖を追加してグラグラ煮たらお汁粉になります。申し訳程度に白玉も作っておきましょうか。完成ですね。カッコしすぎなのよ。気持ちいいですね白玉。これらを盛り付けたら完成です。おまけでお汁粉です。小豆を潰しながらこんな感じでしっかり茹でましょう。今回はあまり潰してないですね。面倒だったっぽいです。白玉を添えてお汁粉の完成。これ現在の動画なんだけど、アイス溶けてるわね。仕方ないじゃないですか。盛り付けのせいでぜんざいっていうよりも白玉ぜんざいになっちゃいましたね。サムネの文字変える？白玉の枠がないので変えません。ですよね、知ってた。そんなことは置いておいてサクッと食べちゃってください。はいはい、それじゃいただきます。うん、美味しいわね。一緒に食べるとさらに美味しい。抹茶と小豆の組み合わせは最高ですよね。という感じで今年最初の動画はぜんざいの動画でした。振り返ってみると愛知って言ったのは完全にミスでしたね。しかもサムネが弱いんですよね。クリスマスに吸われた感じがします。盛り付けのセンスも磨いていかないとね。今年の目標は決まってないのですが、登録者1万5000人を目指しましょうか。2万人じゃなくていいの？人数より視聴回数を増やしたいかなとも思いますね。あとはサムネ力をもっと上げたいです。とりあえず課題は多いわね。まずは1周年をしっかりやりましょう。ちなみに1周年でかなり変化するのでコミュニティなどでアンケートを取ると思います。ポチッと協力お願いね。さて続いての投稿者は同期のクラクさんですね。どこのを作るって言ってたっけ？確か山梨だったと思います。山の内見山梨県ですね。さなえ、それ刺されるわよ。富士山は静岡なのか山梨なのか問題。正直どっちでもいい。まあ仕方ないわね。惜しい人を亡くした。生きてますからね。とりあえず私の動画は締めましょう。あ、そうそう、アンケートを取っているようなのでそちらの登録もよろしければお願いします。それでは本日のご来店ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローなどお願いします。リツイートやいいねも嬉しいわ。それでは次回の開店までゆっくりしていってね。